これを見てみないか。どうした？ノクト、これ乗ってみたくない？首相は独立したがってるしね。ケンティアナ？この先の厳しい戦いに備え、時を戻すことを望むなら叶えましょう。どうする？首相のとこに行くの？ま、大して選択肢もねえからな。向かうにしても準備を整えよう。何が起こるかわからないからな。ああ、それからだ。いい匂い。そろそろ宿に入ろう。どうも、どこまで行くかい？それじゃ、また会おう。この階段を上がった先だそうよ、ビビアン。あら、ずいぶん遠いわね。店を目指している人が多いな。ドレス、さすが盛況だな、マス。待ち望んでるんだね。王子にも存在感が。やっぱり人いる。あのドレスか、見事だな。みんな楽しそうだ。顔がなんかこう幸せそうでさ。ああ。ルナフレーナ様、ご無事でよかったね。うん。こりゃもう一回しっかり平和の象徴にならねえとな。面倒はさっさと済ませて式のあたりからやり直そうぜ。それがいい。考えとく、ちゃんと。あ、ノクト、あれ見てみねえか。どうした？何味なんだろう。
よく来てくれたわね。どうも。早速だけど。挨拶に出向いてくれて感謝するよ。ルシスの王がいらしてるとあればね。天主が何も教えてくれないものだから、ご本人をここにお呼びしたの。私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。あんたらにとっても危険じゃねえのか。あら、帝国との関係を気にしてくれるの？属国とあれば立場は弱いわ。彼女がどうなるかはあなたたち次第よ。こちらも質問させてもらえるかしら。カンナギは水刃を起こして何をするの？啓示の準備だ。俺が水刃の力をもらう。それが聞きたかったわ。神が王に力を与える。でも簡単に受け渡されるものかしら。私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？巨神が王様に力をくれたんだよ。神話の通りということね。それを恐れてか帝国が軍を動かそうとしてるわ。つまり騒ぎは免れない。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうと、うちで戦争されては困るわ。ま、町でやられたら大変だろうな。最悪に備えて市民の避難は必要ね。それが取引の話か。話が早くて助かるわ。じゃあ早速次に進みましょうか。それじゃあ取引の話をさせてもらうわ。市民の避難に手を貸して、でなきゃ儀式はさせられない。仕方ねえな。協力するわ。素直ね。よかったわ。それならここで儀式をすることにも文句は言わない。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。ああ、任せてくれ。あとは自由にやる。ありがとう。悪いわね。飛空艇に立ち向かえる兵なんて世界を見回してもなかなかいないわ。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら。ああ、共闘の契約を結ぼう。共闘？言うわね。ええ、こちらもカンナギの保護に責任を持つわ。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相。市民に被害が及ぶなら、その時はカンナギも王も切る。俺もそうしていいのか。上に立つ者として誰にでもいい顔はできないでしょ。犠牲者は出さねえよ。へえ、面白いこと言うわね。少し父親とは毛色が違うわ。どう転ぶかしら。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。今回は飛空艇4隻、最大規模になるわよ。あなたと話ができてよかったわ。お互い全力で臨みましょう。ああ。
面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギもレギスが死んでクリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる？帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。儀式の間の行動についてだが、水神を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水神の支援程度だ。ほう、支援ってのは？敵は巨神の時と同じく水神の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカ？もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。啓示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、分かった。何かあれば海の底に捨てるって話なら奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことをお忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。